ロイ・エドワード・ディズニーは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、実業家、ウォルト・ディズニー・カンパニー共同創業者ロイオディズニーの、息子であり、ウォルト・ディズニーの甥。い。ディズニー社の経営に活発に関わった、ディズニー一族最後の人物で、父親と違い支配権を持つだけの株式はなかったが、経営陣から CEO を、経営に目をい出したことでも知られた。カリフォルニア州ロサンゼルスで、 父、ロヨウと母、エトナとの間に生まれる。ポモナカレッジを1951年に卒業後、ウォルト・ディズニー・カンパニーに入社し、ドキュメンタリー映画、トゥルー・ライフ・アドベンチャーズのアシスタントディレクターとプロデューサーを務める。1967年、取締役に選任される。1977年、会社決定に反対しディズニー社を辞職するが、 取締役には留任する。1984年、ソウル・スタインバーグによる会社乗っ取り合戦の最中に、取締役を辞任する。それは、社長兼 CEO ロン・ミラーの追放につながり、会長兼 CEO にはマイケル・アイズナーが、社長兼 COO にはフランク・ウェルズが就任した。ディズニーは、その後会社に復帰し、取締役副会長兼アニメーション部門長に、 就任した。1998年10月16日には、アイズナーから、ディズニーレジェンド賞が贈られた。2000年には、ファンタジアの続編、ファンタジア2000の制作総指揮を務める。しかし2003年11月、CEO アイズナーとの対立が、深刻化しディズニー社副会長職を辞任する。ディズニーは、アイズナーの経営方針を批判し、アイズナーの追放や、 会社再建を目的とした、ウェブサイト savedisney.com を立ち上げた。アイズナーは2005年9月末に辞職し、公認としてボブ・アイガーが CEO に就任すると、サイトは閉鎖された。ディズニーは投票権のない、名誉取締役権顧問として、ディズニー社に復帰した。2009年12月16日、遺願のため、カリフォルニア州、 ニューポートビーチの病院で亡くなった79歳。遺体は仮装に付され海に散骨された。ありがとうございます。